石川県選手権のレース動画の配信から、ようやく戻ってくることができました。県選手権から2週間、普段通りのサラリーマン生活を継続しつつ、家に帰ってからハイペースでの動画編集は、47歳の魔人には非常に応えました。毎日2本前後の動画を編集して予約配信を繰り返し、ターボたちが撮影してくれたほぼ全ての動画をアップすることができて、ほっと一安心です。レース動画からチャンネル登録をしてくださった方は、いきなりわけのわからない Vlog が始まって驚いているかもですが、できればチャンネル登録を解除せずに、そっと通知ボタンをオフにだけしておいていただけると、来年も県選手権の撮影も頑張ろう、って気になります。どうぞよろしくお願いします。魔人の Vlog を楽しみにしてくださっていた、絶滅危惧種並みの視聴者さんは本当にお待たせしました。お待たせした挙句、まだ4月30日です。県選手権前のゴールデンウィークが始まったところまで、時計の針を巻き戻しての再開です。もういいから、さっさと県選手権の振り返りに行けよ。って声が聞こえてきそうですが、そこは Vlog です。飛ばさずネチネチ行きますよ。雨上がりの金沢市営陸上競技場です。高校総体の地区大会の翌日だけに、高校生はいないと思っていたんですけどね。意外なことにいました高校生。しかも部活単位で。これには驚いたんですが、地区大会ですしね。記録会の延長線上って感じなんでしょうか。それに想定内の混み具合でした。シーズンインしているので、日曜日でも貸し切り状態になることは滅多にありません。さて、この日のお品書きです。いつものアップでしっかり体を作ったら、スタートの練習してスパッと終わる予定だったんですけどね。SD が思った通り気持ちよく終わらない。腕振りが縮こまっていてショートスプリントの SD じゃないなと。どうにも非力すぎるんですよね。ゼロからの加速に時間がかかりすぎていて、もったり考えなめません。とはいえしっかり刺激は入ったし、追加メニューとか余計なことは考えずに無事終了です。最後まで100メートルのトライアルをやろうか迷いましたけど、